どうもお疲れ様です。顧客対応していると確かに力がつくんですけども、それはあくまでも顧客対応をやりこなしてきたからなんでしょうね。顧客対応に対してめんどくさいなと思ったり、問題解決ができなかったなと思ったら、それは力がつかないまま過ぎていくのかなと思うんですよ。まあ、つまりなんかトラブルが起きた時にそれをちゃんと対処できるかどうかっていう時に、まあ進化が問われるのかなと。で、全てのことっていうのは次に起きる出来事のためのトレーニングとも言えるのかなと思うんですよ。まあね、人生がね、今日で終わるわけではないんで、今日やれたこと、やれてないことっていうのは、次のステップへの、なんかね、試金石になるのかなって気がしますね。まあ、すべてを学びにしていきたいと思います。ファックス届きました。じゃあちょっと、見ないといけないですね。で